I'm Jacqueline. Hi, I'm Ino. We are Koala Club. Thank you for watching today. いつもありがとうございます。さて、今日はですね、私たちは福山城へ実は来ております。はい。と言いますのが、福山城がですね、この度築城ですね、城が作られて400年、ということで、記念のイベントとですね、で、あとまあ、リフォームですね。はい。400年経ったので、改修ですか。令和の大夫人というんですけど、まあ、リフォームされたということで、やってまいりました。はい。So we've come to Fukuyama Castle today. This castle is in the city that we live, and the castle is actually 400 years old. But they've just undergone restoration work. I think it took about 2 years. But the castle opened maybe from last week.Or maybe 2 weeks ago. So now you can make a booking and come and see inside the castle. So that's what we're going to do today. ですね。ということで、はい、ちょっと行ってみたいと思います。Okay, let's go. それでは。
Thank you.
やってみて。私見えないと。難しいよね。陸の要衝と言われた新地神鍋、いくつもの古代遺跡が残るこの一帯はかつて花の海と言われ、海が深く入り込んでおりました。海と山の幸に恵まれたこの地には、その後人々が行き交う街道ができ、やがてそれが産業道となり、新地神鍋は陸の要衝となったのです。一方、瀬戸内の潮の分かれ目となる友の倉は、船が風と潮の流れを利用していた時代、潮町の港、海の要衝でございました。現在では日本遺産、ユネスコ世界の記録、重要伝統的建造物群保存地区、この3つの評価を受けており、これは国内の友の倉だけです。ここは東西の潮がぶつかる場所、満ち潮で入る、引き潮を待ち、その強い流れによって船出をする。陸と海、この2つの要衝があったからこそ、福山は発展したのです。奈良時代、大和朝廷の高官にして万葉歌人である大友の旅人、旅人は友で亡き妻を思い、哀愁ある歌を詠んでおります。また元号、令和の元となる梅花の歌の序文が読んだのもこの歌です。奈良から平安にかけ、代々と遣唐使も大陸への行き帰りでは友で潮待ちをし、天台宗を起こした最強、新聞宗を開いた
しかし最後の将軍義昭が信長によって追放、殿へ逃亡いたします。義昭はこの地に殿学を置いたと言われます。その後本能寺の変を知るも秀吉の台頭により再起を断念。室町幕府は殿で始まり殿で滅んだのであります。やがては群雄割拠、戦国時代へと移り変わります。新内神田のあたりには多くの奈良城が築かれ、忠太の武将が戦いの火蓋を切りました。神田城城主山野氏が毛利大内陣営と激突。これが世に言う神田合戦。神田は要所の地、何としても城を取るのじゃ。この戦いは6年に戻り1549年ついに落城。毛利氏重臣杉原森助が新しい城主となり、以来神田の城は毛利氏の直轄となったのでございます。神田合戦からおよそ70年後、水野勝成が福山に城を築き、百太平の世を迎えた備後福山。友浦は大陸からの使者、朝鮮通信機の塩町の港としての佐賀、京王役を務めた福山藩はさらに発展。一方神田では西北大名の参勤交代が往来する宿場町となり、多くの武士や文化人が集うようになりました。神茶山の私塾蓮塾には日本中から儒学者や絵師が学びを求めてやってくる。幕末のベストセラー日本海史を記した蘭西郷、女流画家の平田グリーンも館内の地を訪れております。そしてこの方も当ゆかりの人物、幕末の志士坂本龍馬。1867年龍馬率いる海援隊が色丸を操舵中、友の浦沖で紀州藩の宗右衛門丸と衝突。これにより色丸は沈没。果たしてどちらに責任があるのか。友の浦で賠償交渉が行われます。大敗におもねる時代はもう終わりぜ、我らには万国方法があるきり。決着は長崎でつけられ、海援隊側が莫大な賠償金を得た色丸丸事件であります。歴史に名高い人物たちが駆け抜けた備後福山。歴史と伝統が深く刻まれたこの場所は今も人々の心を魅了してやみません。友の浦、新内神楽、そのあらゆる変化を見届けてきた福山城。福山を歩いてみればあなたの足跡も歴史に刻まれるかもしれません。裏というか、裏か、柄というか、黒いですね、はい、裏こんなになってます。今、福山城のですね、これはどっかな、東側になるのかな、のとこに二の丸になるのが来てます。この銅像はですね、この福山城を作った水野勝成という人、の銅像だと思います。
多分、maybe. So maybe this is the person that built the castle 400 years old, 400 years ago. Is he a samurai? Yes. Samurai. Yes. And he has a samurai sword? What's in his left hand? No, no explanation, nothing. Probably so. 初代藩主ですね。はい。こんなところに。ここから見える。He has a chonmage? はい、chonmage。chonmage。So he must be a samurai then. He's got a chonmage. はい、chonmage。He's holding a fan? うん。これ、扇子を持ってる。うん、そうそう。で、左側は、ニュースペーパー。いや、多分あの。And he has a sword tucked. Yeah. 設計図。Plan. Ah, the plan. Ah.そうそうそう。Build the castle. はい。では。はい、福山城の方は見て回りました。結構時間かかりました。So we had to make an appointment, make a reservation. You can make a reservation on the Fukuyama.She homepage, and we made a reservation for 11 o'clock. But when we looked, it was 12:30 when we came out. So they just let like 50 people in at a time, like every half hour. So yeah.結構ね、あの中うろ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 して、で、まあ割とね見応えあるものがあったりね、はい、結構楽しめました、ね。Yeah, so there was a lot to see, a lot of information there. Not just like exhibitions and that, but like movies, short movies, about history and they had English subtitles too, so it was like good ね。英語の字幕、はい、もあったからね、うん、よかった、あの外国人の方でも行ったら。十分楽しめる、うん、そうですね。福山城のね歴史をずっと紹介したムービーがねこう館内に流れてたり、そう、I didn't know that 誰だった徳川、はいはい、徳川 was、三成's cousin、うん、あのいとこね、そうそう、うん、徳川家康とびっくりした、水野勝則は、いとこなんですね、カズンですね、はい、まあそんなね縁が深い、うん、そういったあAnd apparently it took only 2 years to build the castle 400 years ago. ね、あの2年しかかかってないなのにその何作るなし、なのにその何また直すのは2年ぐらいかかった。そうね。まあ当時はね、もうものすごい人数とね、はいですね、手間というか、まあたくさんの人が建築に携わったんですよね。ということで今日は、はい、福山城からお送りします。暑いね、暑い、It's so hot, it's so humid, the sweat is just running down、ね、But there are places outside、that you can sit down in the shade and have a rest、so. でもね、一人の女の子が、はい、女の子がなんか食べてたよ、はいThere was one little girl and she was eating in there, I couldn't believe it. Right at the top, so you can go to the top floor. Is it the sixth floor? Six? And it's really nice there. That's the only part of the kind of original castle that you can see. But Damien, this little girl was sitting down there eating something. I was like, wow, where is her mom? And her mom just came and then put her stuff in a bag and took her, it was just like, yeah, it's normal. You can't eat in a place like that. It's just been open to the public. And there's a kid in there eating. Oh, well. She must have been hungry. Are you hungry? It's Sunday. It's your day to cook. And 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 it's your day to cook.ワイン飲んで、はい、ビールを飲んで、はい、ご飯食べます。ゆっくりします。楽しみです。Thank you for watching.